本を強なスイング岩瀬追い込んでいます。一二塁間割った、岩瀬打たれた、福留から強肩バックホームされますが2点目の追加点は許さなかった。あーこれ中村隆が抗議します。福原コーチも抗議するが岡田監督も出てきました。主審の切ったかアウトをコール。しかし岩瀬1点を取られまして3対1となりましたが、まだ抗議が続きます。まず関本よく打ちましたね、これはね。そうですね、あのプレッシャーの中、ツーナスからね、はい、今中村ですか。中村ですね、セカンドランナー、はい、ここから見てる限り手が入ったように見えますもんね、見えましたもんね。福原コーチがすごい予想で怒っています。確かにそうですね、タイミング的には、福留からもいいボール返ってきましたよ、確かに素晴らしい送球でしたが、で谷繁の立ち回りも綺麗だったですよね、はい、手っ取り早かったですよね、パンパンとね、で手が入ったようには見えましたよね。だから走ってきたランナーが一番わかるわけですよね、はい。さあ今スロー VTR ですが、これはまず打った関本をまず褒めなきゃいけませんけども、よく打ちました本当に。この後の福留の送球も素晴らしかった。これも福留ならではの送球、入ってるように見えますよね、ブロックで。そうですね、股の間から入ってるように見えるんですけど、でも いつものイメージっていうのは大事ですね、こうなるとね。そうですね、福留と谷繁のこのね連携ね、触ってるようにも見えますが、さあ手が入ったには見えてますけど、はい、手がベースをタッチしてないと、あのブロックで手が届いてないということなんですかね、届いてないというあれですよね。